演武開演。どうも、ただいまより東京の夕食を食べたいと思います。まずピプスがまず夕食の前に来た。こちらのフルーツティーを味わいたいと思います。何色の、何色はいちごっぽいですが、何色の、何の紅茶なんでしょうか。飲んでみます。はっきりいちごとは言えませんが、そっち系の甘めかつ酸味のある風味であることは間違いありません。ちょっとこちらのシロップを入れてみたいと思います。まろやかになって飲みやすかったなりました。そうこうしているうちに本命のサンドイッチとフルーツパフェのプレートがやってまいりました。ではいただきましょう。まずはフルーツ。さすがフルーツの老舗千引屋さん。どのフルーツもみずみずしくって風味があって美味しかったです。続きまして、こちらのフルーツサンドいただきます。うまく取れない。こちらのフルーツもみずみずしくって生クリームとの相性バッチリでとっても美味しいです。ラストはこちらのパフェいただきます。ひんやりしたアイスクリームが爽やかなフルーツの酸味を引き立てます。やっぱり老舗はやることが違いますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。